俺は身長が2メートル強。しかも、重症のヘルニア持ちで、腰をとっさにかがめることができない。このため、子供が2歳になってからは、犬みたい、と評判が悪い、子供用のハーネスを使っていた。リードとも言う。リュックサックみたいな形状で、親が持つ取っ手付き紐がついている。当然、周囲からは評判が悪い。子供をペット扱いしている。なんて散々言われた。まあほとんどが陰口だったんだが、中には、面と向かって言ってくる人も。それがお隣の A 子さん。町会の取りまとめ役を、進んで引き受けたりもする、いわゆる学級委員タイプ。ハーネスは、子供の成長に良くない。腰が痛いなんていうのは、単なる言い訳。子供への愛情が不足しているから、そんなものをつけさせる。なんて言いたい放題。直接、俺や嫁に言うだけじゃなく、周りにも言いふらす。その影響が出てきて、他の連中まで、俺たちを、白い目で見始めた頃、商店街の近くの交差点で、A子さんの家族と会ったんだ。夫婦に4歳の子供。自分の子供を見ずに、俺たちへ注意し始める A 子さん。旦那も下り顔で、A 子さんと一緒に俺たちを注意するだけで、子供を見ていなかったらしい。俺の子供と A 子さんの子供が、赤信号を飛び出してしまった。俺たちの子供は、ハーネスをつけていたため、とっさに引っ張って大丈夫だった。しかし、A 子さんの子供は、折り悪く走ってきた車に轢かれてしまったんだ。結果、重症で入院することに。事故処理が終了して数日後、家にいきなり警察が来た。俺の子供が、A 子さんの子供を突き飛ばした、傷害致傷ってことになってた。で、警察署へ連れて行かれて事情聴取。状況を説明して警察は納得したが、納得できないのは A 子さん。周りに噂を流すと、シャレにならなくなってきたので、弁護士に相談。民事訴訟を起こすことに。実はその交差点、防犯対策や鎮騒対策で、商店街が防犯カメラをつけている。商店街に頼んで、その時の録画テープを提出してもらった。また、A 子さんに迷惑していたのは、俺たちだけじゃなかったらしく、町会の他の方からも証言をもらった。警察も、この録画テープを確認していたらしい。おかげで、俺たちの無罪が立証できたみたいだ。事件のことは、警察は、捜査の守秘義務とかで教えてくれないから知らなかった。結果的に俺は勝訴。A 子さんの俺たち家族への名誉毀損が認められ、損害賠償をもらった。どうも、子供への愛情が欠けた奴がつけさせている、子供虐待のハーネスをつけた俺たちの子供が助かり、愛情いっぱいに育てているはずの、天使のような A 子さんの子供が轢かれたことが、我慢ならなかったらしい。他にも、善意で注意してあげているのに、全く直そうとしないことも気に障っていたらしい。どうも、我が家が家庭円満だったのも気に障っていたらしい。というのは、裁判の判決が下りた直後、A 子さんの家族は、別の町へ引っ越したんだが、すぐに離婚したらしい。風の噂によると、旦那と A 子さん、ダブル不倫していて、事故前後に両方バレて、修羅場の真っ最中だったそう。自分のストレス解消に、俺たちが出しにされていたっぽいんだな。今では、顔を合わすこともなくなったし、町会でも笑い話にされる程度になったけど、当時はシャレにならなかったなぁ。